はいどうも、皆さんこんにちは。ドラクエ大好きチャンネルのシャバと申します。今回はドラクエ3HD2D リメイクの職業性能の考察後衛編ということで、魔法使い、僧侶、遊び人、賢者を解説します。細かい部分まで解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで早速本編いってみましょう。今回は魔法使い、僧侶、遊び人、賢者編ということで、主に呪文を扱う職業について考察していきます。まあ遊び人だけその限りではないんですが、前衛職、中衛職って呼ぶにもちょっと無理があるかなと思ったので、今回はまあ転職ルートも含めて後衛職としています。ということでまずは魔法使いから考察していきましょう。魔法使いといえば多彩な攻撃呪文を習得し敵をなぎ払う職業。しかしドラクエ3の魔法使いはバイキルトやスクルトなどの主要な補助呪文を多く習得するので、サポーターとしての活躍も見込める非常に重要度の高い職業となっています。先日東京ゲームショウでドラクエ3の私有やってきたんですけども、敵の出現数の多さやエンカウント率が結構高かったっていうところから、高火力範囲攻撃の有用性がものすごく高いと感じました。もちろん特技の習得による範囲攻撃のバリエーションの増加もあって、範囲攻撃自体が魔法使いの特権ではなくなっています。ただやはり物語序盤から複数に攻撃できる特技があるかと言われると、実はそうでもないので、魔法使いを入れることによって快適度は大幅に上がるでしょう。それに加え必須級のサポート呪文バイキルト、スクルトの習得もやはり見逃せません。今作ボス戦も過去作以上に増えているということが判明しているので、これらのサポートを生かすシーンも確実に増えていると思います。なので賢者転職までにこれらが必要になる可能性っていうのも高いでしょう。そういった意味から個人的には初期パーティーに入れておきたい職業の一つとして考えています。一方で物語中盤以降については他の職業も成長していくことで、様々な特技を習得するっていう点と賢者の登場っていうのを含めると、ただの魔法使いを残すっていう選択肢はなかなか取れないでしょう。なので後半からは個人的には戦士にしてしまおうかなと思っています。やはり魔法使いの強みは MP の伸び率ですので、今回剣の舞などの強力な特技を獲得した戦士にとって MP の引き継ぎっていうのはかなり重要になってきます。スクルトとバイキルトが重要なのはもちろんなんで、これらを戦士に持たせて MP を底上げした魔法戦士として連れていくっていうのは今回かなり強いのではないかと考えています。なので今回は引き継ぎも考えて、なるべく MP が伸びやすいような性格選択っていうのが重要になりますね。ぜひこちらのルートも参考にしていただければと思います。ただしメラガイアやイオグランで覚えたら話は変わってきますよ。なんとなくねそれはなさそうかなというふうに思ってますけど、はい。続いて僧侶の解説していきます。 HD2D 以前のリメイクではスーパーファミコン版からフクロの登場によって薬草大量買いで序盤を切り抜け、中盤からは万能職賢者の登場によってあんまり使いどころのない職業っていう風な認識でした。一方でレベルアップまでに必要な経験値が賢者に比べて少ないという点から、序盤からマヌーサ・ラリホー巻きによる被弾の抑えや、カンダタからヤマタのオロチでのベホイミ、中盤でもバシルーラによる雑魚敵吹き飛ばし、賢者では間に合わないことも多いバラモス戦でのフバハベホマラー要員として要所要所で輝く、そんな職業でした。そんな僧侶ですが、現状判明している情報では何か新しい特技を覚えたということもなく、これまで通りの使用感で紹介されています。ただ新職業魔物使いの毛繕いや安らぎの歌などの回復特技を習得していることや、使用した時に気づいたんですが、フィールドのキラキラから薬草がまとめて3つ手に入ったり、勇者の MP の成長率も上がっていると思われるなど、回復手段っていうのも増えているので、やっぱり僧侶がいなくても序盤切り抜けやすいっていう現状に大きく変わりはないんじゃないかなと思ってます。後半はこれまで通り賢者加入による差別化の難しさも相まって、なかなか評価を上げづらい立ち位置にいると思います。まだ特技が判明していなかったり装備品が判明していないので、一概に不遇職と言い切ることはできないんですが、ある程度慣れたドラクエプレイヤーであれば初期編成の選択肢としては外すのもありかもしれません。ただやはり僧侶がいることによる安心感っていうのは、これどの職業にも変えがたいですし、今作は敵もある程度強化されているので、少し慎重にプレイしたいという方は僧侶を初期編成しておいて MP を引き継ぐかのように賢者につないでいく、
もしくはベホマか頑張ってベホマラーまで覚えた状態で武闘家に転職して疑似パラディン運用することでラスボスまで十分活躍可能なんで、こちらを選択肢として持っておくといいでしょう。そしてこの流れでいきましょう。賢者と遊び人。賢者は通常の職業とは違ってレベル20以上の遊び人、もしくは悟りの書を持ったレベル20以上の職業からのみ転職できるっていうのがこれまでのドラクエ3の賢者でした。そして今作もおそらくそこは変わっていないだろうと思われます。少なくとも悟りの書を使った転職はあるようで、作中3つだけ手に入るということを東京ゲームショウのスペシャルステージにて堀井さんが語っていました。攻略本の特典でも悟りの書の引き換えコードがついてくるみたいなんで、そちらもぜひチェックしてみてください。賢者は魔法使いと僧侶の覚える呪文を全て習得するというハイブリッド魔法職。その上 HP や力もこれらの職業より高く、後衛職でありながらある程度前衛的な動きもできるというドラケー3屈指の超優秀職業でした。そして今作の賢者ですが、これまで以上の高評価を受ける職業なのではないかなと思ってます。まずその理由一つ目に、転職条件だった遊び人がついに特技を習得したということになります。現時点でツッコミやメガザルダンスといったそこそこ有用な特技を覚えていることが判明しているので、それらを引き継いで賢者になることでこれまで以上に立ち回りの幅が広がるのではないかと考えています。遊び人は使用時すぐに戦闘に移れる特技口笛を覚えるので、レベル上げやお金稼ぎなど様々な稼ぎシーンでも活躍、そういった便利キャラとしての育成も込みで遊び人から賢者へのつなぎっていうのは重要になります。そして賢者の価値が上がるもう一つの理由、これはメンバーの圧縮ですね。今作いろいろ入れたい入れなきゃいけない職業が物使いを筆頭にめちゃくちゃ多いです。なのでパーティーに賢者を編成しておくことで賢者一人で攻撃回復補助をこなすことができて、主人公を除く残り2枠を比較的自由に編成することができます。遊びの幅を広げるという意味でも、あらゆる立ち回りの軸を勇者と賢者に集約しておくっていうのが重要になるでしょう。そういった意味でも賢者への評価っていうのは通常プレイに限っては非常に高くなるものと思います。ではここで悟りの書を使うか、それとも遊び人から賢者にするかっていう問題なんですが、これは初期パーティーによりけりなんで一概には言えませんが、今作であれば最初のプレイは遊び人から賢者パターンをおすすめします。つい先日遊び人から賢者には転職非推奨の動画を出したばっかで申し訳ないんですが、時代は刻一刻と変わっているのです。まあ、過去ドラクエ3と HD2D 版はもう完全に別物として扱わないともう話が難しくなるのでご了承ください。そして遊び人から賢者がいいっていう理由は、先ほども言った通り遊び人の性能自体が上がっていると思われるのが一つと、悟りの書自体が作中3つしか手に入らないアイテムなので、転職の詳細な仕様とルートの最適解が出ない限りは個人的には悟りの書は残しておきたいっていう理由からですね。まあ、これはかなり個人的な見解ですし、まあ、例えば2周目入っちゃえば関係ないんですけど、初見プレイのデータでやり込みたいっていう場合はあらゆることを想定して悟りの書は残しておいてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあそれ以上に遊び人で口笛を回収しつつ新特技とともに新聖賢者としてパーティーに加えるっていうのはやっぱり非常にお勧めしたい内容ではあるので、まあ、こちらぜひ覚えておいてください。またこれまでの PV 見る感じ、遊び人の基礎ステータスも上がっていると思うので、他の職業から賢者に転職した際のステータスの差っていうのも、まあ、今回だいぶ解消されたのではないかと思っています。一方でここで問題なのが盗賊で、盗賊の転職先としての候補で賢者っていうのは結構鉄板のルートなんですが、遊び人と盗賊を同時に編成する場合、盗賊の転職ルートが困っちゃうんですよね。でその場合は盗賊はステータスバランスの良さとサポーターとしての立ち位置を活かせそうな魔物使いにするのがいいのではないでしょうか。今回私はそのルートで行こうかなというふうに思っているので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということで今回は HD2D 版ドラケー3職業の性能について考察していきました。まだまだわからない部分は多いんですが、今回の動画も一つ皆さんのパーティー編成の検討材料になればいいなというふうに思っております。それでは今回の動画はここまで。今後もこのチャンネルでは新情報のまとめや考察、ドラクエの攻略情報を発信していきますので、まだ登録してないよっていう方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回はここまで。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。